冬本番を迎えた旭川。日本最北の旭山動物園では雪と寒さの中、動物たちが生き生きと過ごしています。そこで今回はこの冬も見どころがいっぱいの旭山動物園から最新情報をたっぷりとお届けします。いやー、かわいい。こっち向いてる。レッサーパンダやアムールヒョウなど去年続々と生まれた動物の赤ちゃんたちに注目。園内をクイズで巡る公式アプリも登場。この冬の旭山動物園の見どころを徹底紹介します。1月のマイタウン旭川は見どころいっぱい冬の旭山動物園。来たペンギン。たくさんの人に囲まれてペンギンたちが今やってきました。冬の旭山動物園といえばこのペンギンの散歩。雪のある時期に毎日行われていて、よちよち歩きのペンギンたちを間近で観察できます。意外と大きいんですね。うわ、やっぱり近くで見ると迫力がありますね。歩いて餌を取りに行くというペンギンの習性を生かして行われているこの散歩、冬場の運動不足の解消にも役立っているそうです。あ、雪の中泳いでますペンギンさん。おー、すごい気持ちよさそうに泳いでる。ペンギンの散歩は午前11時と午後2時半の毎日2回行われています。続いては去年旭山で生まれた動物の赤ちゃんたちの登場です。まずは8月に誕生したアムールヒョウ。オスとメスの双子です。母親に見守られながら無邪気にじゃれ合う様子に心が和みます。8月12日から13日にかけて、はい、2頭生まれたんですけども、本当なら春に生まれてその秋までに体がもっと成長していて最初の冬を乗り越えてほしかったんですけど、ちょっと夏までになってその、はい、ちょっとまだ体が小さいので寒さがちょっと心配なので、この寒い冬の間は、はい、その動物が出たければ外で遊んで出ると、はい、でその寒くなったら中に入れるっていうふうにはしてます。生まれてから5ヶ月すくすくと育つアムールヒョウの子供たち。雪と寒さの中、毎日元気に動き回っています。アムールヒョウは、はい、あの冬場は強い動物なんですか？そうです、ロシア原産の動物なので北海道よりも寒いところで住んでます。旭川のこの雪の中ぐらいはもう全然平気です。一般の方でね、なかなか雪の中にヒョウがいたらね、かわいそう、 寒いんじゃないのみたいなこと言われちゃうんですけど、うん、はい、全然平気なんですよね。この垂直の木もね、こう登るんですよね、はい、で上で遊んでる時もありますし、はい、その子供同士じゃれ合ったりもするし、はい、割とたくましくこの中で成長してるんじゃないかなと思います、ね、そうなんですね、はい、旭山動物園でアムールヒョウの繁殖に成功したのは実に21年ぶり。出産を見守ってきた飼育担当者の大西さんの喜びもひとしおです。日本国内で初めてアムールヒョウの繁殖に成功したのが旭山動物園なんですね。そうなんですね、はい、とってもまあこれ数が少ない動物で、まあ、絶滅危惧種なんですけど、野生での生息数がですね、まあ、50頭前後と言われるんですね。もう本当に2桁しか野生でいないと言われていて、うん、もう本当に絶滅寸前の生き物です。まあ、旭山動物園の中でも一番その希少種と言ってもいいかもしれないですね。動物園でうまく繁殖成功して、まあ、可愛い子どもたちが成長する姿も見てほしいんですけど、数が少ない、まあ、そういう現状がある中でそういう、まあ、人間との関わりみたいなことも、まあ、そこまで深くこう感じてもらえれば嬉しいなというふうに思います、はい、ではこれからも元気に赤ちゃん育ってもらいたいですね。そうですね。そしてこのほど応募総数287通の中からオスがとわ、メスが未来と名付けられました。
アムールヒョウと旭山動物園の未来が明るくなるようにとの願いが込められています。そんなトワと未来のこれからの成長ぶりに注目です。あ、かわいい、こっち向いてる。続いてはレッサーパンダです。こちらも去年赤ちゃんが生まれました。活発に動き回るレッサーパンダ一家、さてどの子が赤ちゃんでしょうか。赤ちゃんが去年生まれたということなんですけれども、はいはい、どれですかね。ですね、はい、ちょっとわさわさして分かりづらいんですけども、はい、今手前で餌を食べているのが双子の赤ちゃんで、右側のちょっと小さい方がオスの少々で、左のちょっと大きい方がメスのミーミーですね。7月生まれなので、はい、だいたい半年、生後半年ぐらいなんですけども、まあ、生後4ヶ月ぐらい、11月ぐらいから外に出始めたので、はい、まあ、だいぶ大きくなったのかなと。ぬいぐるみのような愛らしさで人気のレッサーパンダですが、実はとっても食欲旺盛。あっという間に餌をペロリと平らげてしまいます。あれは主食の竹ですね。竹、はい、あ、笹ではなく竹なんですね。竹ですね、はい、あ、餌の食べる量ってどのぐらいなんですか。大人でだいたい1日2キロから3キロぐらいあげるので、はい、まあ、体重が5、6キロぐらいしかないので、はい、体重の半分ぐらい食べる。へー、1日にもうすごい食べるんですよね。うわー、すごいですね、はい、ホッキョクグマとかトラとか、はい、まあ、200キロ、300キロあるような動物でも、まあ、せいぜい10キロぐらいしかお肉、お魚ってのはあげないんですけど、はい、あのレッサーパンダ体重の半分ぐらい食べるので、へー、めちゃめちゃ体重あたりでいったら一番食べます、うちの動物園の中では。ヒマラヤの山岳地帯が原産というレッサーパンダは、寒い冬でもすこぶる元気。飼育を担当する中村さんは、冬こそ活発なレッサーパンダを見てほしいと話します。どういったところに注目してもらいたいですか。はい、まあ、やっぱり夏より元気なのが一番大きいんですけども、はい、寒いところに住んでる動物なので、はい、暑さには弱いので、やっぱり夏はずっと日陰でぐったりしてることが多いと思うので、冬の方が元気ですね、はい、じゃあ夏より冬の方がこういろんな動きを見て楽しむことができる、はい、おすすめです、はい、赤ちゃんも春になるともうだいぶ大きくなって、はい、お父さんお母さんと同じぐらいの大きさになっちゃうので、はい、まあ、この小さい時期ってのはもうあと少ししかないので、それも雪のある時期のうちに見に来てほしいなと思いますね、はい、続いて訪ねたのは園内にある動物図書館。この冬新しいコーナーが設置されたということで、担当者の北川さんに話を聞きました。旭山動物園がこういう取り組みをしてますっていうものを一応皆さんに分かっていただきたいなと思って作ったコーナーなんですけれども、旭山動物園がさまざまな団体と連携しながら展開しているボルネオへの恩返しプロジェクト。これはオランウータンが生息する東南アジアのボルネオ島で、農地の拡大などにより行き場を失った野生生物を救おうという取り組みです。オランウータンの故郷に何か旭山動物園ができないかということで立ち上がったプロジェクト。そう、ボルネオっていうところが人間の食べ物とか化粧品とかに使われてるパーム油っていうのを作っていて、まあ、大きい畑になってるんですけども、それ畑がもうどん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 増やしていて、オランウータンとかの住むところが減っちゃってるっていう。でオランウータンとかね、あと、まあ、ゾウもいっぱいいるんですけども、はい、のために何かできないかってことで始まったプロジェクトです。北川さん手作りのパネルでボルネオ島の現状やプロジェクトの経緯について詳しく伝えているほか、関連する書籍も数多く集められました。図書館なのでオランウータンの本をいろいろ揃えてみました。はい、あとこの辺の資料ですね、じっくり読めるようにこの資料を用意してもらいましたね。図書館だとこうゆっくり読めるので、はい、いいのかなって思いますね。ボルネオの展示で来たお客さんにどんなことを感じてもらいたいですか。両方とも生きていくのに必要なものだと思うんですよ。森も油もそうなんだけど、だけどうまく共存できたらなっていうのを
人間と動物の関わりっていうか、そういうのを感じてほしいなっていうかですね。そんな旭山動物園ではこの冬、スマートフォン向けの公式アプリを初めてリリースしました。無料でダウンロードできるズークイズラリーです。スマートフォンを使ったスタンプラリーという感じですね、はい、あ、はい、そうなんですね。すごい新しい試みですね、はい、そうですね。クイズを解きながら、はい、まあ、園内をですね楽しく回ってもらおうというコンセプトで始めたものです。へ、これもアプリは実際に旭山動物園を訪れた人が楽しめるもので、さまざまなクイズに答えながら園内を巡ります。そして各施設に置かれた QR コードのパネルを探してスタンプを集めていくというものです。クイズの中に、はい、あの施設のこととか動物のことなんかが書いてあって、まあ、それをですねあのヒントにしながら、あのその看板を探して園内を巡ってもらうという。問題をすべてクリアしてスタンプを全部集めると、抽選で旭山動物園グッズなどの記念品がもらえます。ぜひチャレンジしてください。ただ動物を見たり、あの普段見ているガイド以外にも、はい、まあ、こういったアプリを使ってですね、はい、動物の生態とか旭山のことをこうより知ってもらういい機会になるかなと考えています。そして2月7日から旭川冬祭りに合わせて開園時間を夜8時半まで延長する雪明かりの動物園が行われます。冬の夜の動物たちの生態や1500個のアイスキャンドルなど見どころいっぱいです。ぜひお越しください。マイタウンクイズ。それではクイズです。アムールヒョウのメスの赤ちゃんの愛称とはさて何だったでしょう。1番ミーニー、2番未来、この2つの中から選んでください。クイズの正解者の中から抽選で1人に写真家今津秀邦さんのサイン入り写真パネルを、また5人に旭山動物園カレンダーをプレゼントします。応募ははがきまたはファックスメールで、答えと必要事項、この番組へのご意見ご感想を記入の上、旭川市役所の広報係までお送りください。締め切りは2月5日の消印有効です。先月のクイズは2番の春月が正解でした。